皇宮警察音楽隊警察音楽隊とは音楽の演奏を通じて県民と警察との融和を図り警察活動の広報に当たるための警察官等によって編成されている部隊。本校では日本の警察音楽隊について説明する。警視庁音楽隊1934年1月、神奈川県警察部刑務課内に音楽隊が総員8名にて発足した。 ついで1936年12月に、警視庁では、陸軍富山学校軍学隊から、学長要員として、上は、千末という人物を迎え入れ、11名の編成で、警視庁音楽隊が発足した。翌1937年5月には、大阪府警察音楽隊が、大阪府警察部教養課の一部門として発足した。しかし戦争の激化に伴い、 音楽隊員が相次いで軍に召集されて演奏活動が混乱となり、神奈川県警音楽隊は1937年12月に解散。警視庁音楽隊も1941年7月31日に一時解散。大阪府警音楽隊も1943年9月に一時解散。1945年10月に 大阪府警音楽隊が再発足。ついで、1947年に宮崎県警音楽隊が創設。また、1948年5月5日には、警視庁音楽隊も40名の編成で再発足。さらに、神奈川県警音楽隊も、1950年2月4日に再発足した。以後、 全国各都道府県及び工具警察に次々と音楽隊が編成され、1980年の鳥取県警察音楽隊の設立で全47都道府県に警察音楽隊が揃った。1952年発足の工具警察本部音楽隊も含めれば全国で48体ある。警察音楽隊のうち音楽活動を専門とする。 専務隊で運営されているのは、北海道系、埼玉県警、警視庁、千葉県警、神奈川県警、静岡県警、愛知県警、京都府警、大阪府警、兵庫県警、福岡県警の11都道府県警察。隊員は警察官である場合が多い。警視庁音楽隊の場合、隊長は外部から招聘した警察職員であるが、副隊長。 副長、隊員は、全員、警察官であり、警察学校を卒業し、一般の警察官として配属された後に入隊する。埼玉県警音楽隊の場合、全隊員の身分は、警察職員である。神奈川県警、千葉県警等は、約半数の隊員が警察官、残りが、一般職である。採用に際しては、通常の公務員試験のほか、 音楽隊が直接行うオーディションに合格する必要がある。隊長や学長等の指揮者や音楽指導者は外部から招聘した警察職員の場合もある。前述の府県以外の音楽隊は警察官の通常業務を兼ねている県務隊である。県務先として多いのは総務部広報課や交通機動隊や機動隊、管区機動隊。 自動車系ら隊等の警察本部の執行隊か、本部周辺の警察所地域会員である。航空警察本部音楽隊は兼務隊である。1956年、当時の警視庁音楽隊長、山口上皇が発案し、警察庁に働きかけて実現したもので、全国の警察音楽隊が一堂に会し、国民と警察の融和を図り、 音楽を通じて警察に対する国民の理解と信頼を深めることを目的として開催されている。例年、市内パレードやステージ演奏、フロアドリルが催される。当初は全国警察音楽隊演奏発表会という名称だったが、第9回からは現在の名称に改められている。また、主催は第1回が警察協会のみだったのが、第2回以降は、 開催地の都道府県警察、警察庁、警察協会が主催している。ありがとうございます。